平原寺先輩ね、鬼なんだよ。全部ね、味をチェックするの。作り直しとかされたんだよ。カブの煮物、私の時は散々警戒したのに。でも逃げてばっかりじゃん。いっぱいいろんな人に迷惑かけちゃうし。もしまた変になったらごめんね。地下室行くの。一緒に行ってもいい？もう一度頑張ってみようと思うの。明日に引き延ばしてたらいつ治るかわからなくなっちゃうし、それにまたループしたら元に戻っちゃうだろうから。ダメ。頑張る。怖いけどまだ平気。あ、ゆいとくんだ。わーい。
先輩じゃないの、ミッキー。ルイト君、ここ出ようよ。ミキ怖い。ユート君、ありがとう。じゃあ、夫婦ごっこしよっか。早くそこに座って。ユート君、旦那さん、私奥さんね。どうして先輩って言うの？私はニキ、先輩じゃないの。ねえあなた、お風呂にする？ベッドに行く？お風呂？お背中流しましょうか。じゃあ寝ましょう。いつも幼稚園で一緒のお布団で寝てたじゃない。夫婦は夜は子供を作るものよ。今日のゆいとくん、すごく変。いいから寝るの。寝るの。ゆいとくん、忘れ物。キスして。早く。え？早くキスして。いつもお休み前にはしてくれたでしょ。早くキス。ミキのこと嫌いになったの？じゃあキスして。いつもみたいにちゃんとして。
エーゲンジ先輩に頼まれたの。やっぱり優秀な助っ人にはお呼びがかかるのね。どうしたの？うん、ご主人様、ご飯ができました。ご主人様、検討なさったんですか？空いた？そう。じゃあさ、みんなで肝試しやろうよ。温室まで行くの。へえ、どうして？ゆいと暗いよ。先輩はやりますよね。って言ってるよ。ゆいともやろうよ。ゆいと。すーちゃん、するよね。はい。だって、3対1だよ。組み分けしよう。じゃんけんね。グッパでいこう。じゃんけんほい。くずー、ゆいとと一緒になれると思ったのに。ゆいと先行く？じゃあ先ね。
ごめんね。せっかく平野くんについてきてもらったのに、私また記憶飛んじゃって、気がついたら平野くんの顔が目の前にあって、そんな気全然なかったのに、気がついたら平野くんを。少しはいいなって思い出してたから。